今回小論文の集中講座ということで、はい、3日間、まあ、もし生徒がいっぱい集まれば4日間になるかと思うんですけれども、はいはい、これ時々ですね、たった4日間だけやっても、あるいは3日間だけやってもそんなに力つかないんじゃないかというような質問を受けたりするんですけれども、その点はいかがですか。3日あるいは4日受けていただくと分かります。何が分かるかっていうと、その自分の中でその小論というものは、あ、こういうふうにして書くんだなっていうのが、その体でもってですね、それこそ皆さんが受けてる、日頃受けてる実技と同じです。体に染みつくんですよ。そうすると一旦体に染みつくと、また書きたくなるんですね。これ人間の本能ですよ、これ。ある一つの、スキルを身につけると、次のスキルを身につけたくなるっていうのが人間の本能だと思います。小論も同じことが言えて、いわゆる小論っていうのは自分で書かなきゃいけないから、そのいわゆる運動的なエクササイズ的なものもあるんです。そう、運動にしても何にしても、そのスキルを身につけるとよりステップアップしたくなるって気持ちがありますので、このたった3日間あるいは4日間って考えるのではなくて、この3日あるいは4日を経験することによって、その後自分でいわゆる自分自身でも書いて、自習レベルでも書いて、時には見てもらう、痛くなるような、そういう、小論をですね、書きたくなるんですね。でそのために、例えばこの3日あるいは4日が終わった後も、日曜日に学科の授業は続きますから、その日曜日の学科の、日曜日の学科でもちろん受けていただいてですね、その学科の受講生には、小論の添削はその時間の合間にやってたりもしますけれども、この3日あるいは4日に出てもらった生徒に関しては、下のですね、合格加護を利用した添削というものは毎年やっております。だそれはね、安心してください。だ結局この3日あるいは4日だけで終わるわけじゃないってことです。それはこの3日あるいは4日を受けていただければ分かります。これ北山がいわゆる一人で証明しているわけじゃなくて、この授業で皆さんとのこのやり取りをすることによって、みんな自身が体で感じることですから、これは保証します。だたった3日4日ではないです。でその後も、アフターケアもいたしますので、ご安心ください。ラインキャットムービー立ち入り、よろしくお願いします。お願いします。